始まりました、スマブラハウス。はい、MC を務めさせていただきます、ジャパニーズ小池です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回もですね、素敵なお友達に遊びに来ていただきました。自己紹介をお願いいたします。リメンションのザクレですと思う。はい、よろしくお願いいたします。そしてレギュラーの、はい、エイトリンクス所属のヒカルです。お願いします。はい、ヒカル君よろしくお願いいたします。さあ、まあ何回かに引き続き、まあ、ザクレ君ヒカル君でお送りしてるんですけれども、今回はですね、ちょっと私のたっての希望がございまして、まあ小池、週1で配信今後ねしていくよって自分でまあ考えて言ってるんですけど、うん、そもそもですよ、僕ガノンドルフ使ってるじゃないですか。はいはいはい。ガノン講座って今まで一回もないんですよ。ないですね。そういうことか。そう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 。確かに。ロボットの技解説オンライン行ってもらって、うん、ってくださいで一本とかあるじゃないですか。うんうん、あるですね。うん、例えば T 君来たらリンクとか、はいはいはい、月光がレアさん、月光が、ガノン一回もないんですよ。だからみんなが僕がやってるプレイにこうした方がいいよ、クーヌこうした方がいい、つかみもっと通してくださいとかいうのを、まあ、ザクレ君から聞いたしかなくて、な理想像みたいなのがないってことですね。そうです。要は、はい、僕は他の方の YouTube を見るのが精一杯で、でもそのオフラインで、まあ、ガノンドロフってめったにいないんで、確かに、うん、ちょっとザクレ君に見せていただけないかなと。なるほど、はい、できます。ガノンドロフ、いやできますよ。ザクレガノン昔俺のポケットで負けてんすよね、なんかフリーゲームやった時、俺のお釣り紙がビューって横ビーしたら横ビーに横澄まされて釣り紙がビューって飛んでって負けたりとかしてた。ガノンドロフ強いっすよ。強いっすよね。僕のガノンドロフ強いっすよ。あ、本当ですか。そう、一回ね、ザクレックの生放送僕普通に見てて、プライベートで家で、はい、で、なんか好きなキャラクターコメントで言ってくれたキャラクターを使うよってそう言ってた時があって、俺普通にそれ見てて、で、ガノンドロフ使ってくださいってコメント打ったんですよ、うん、で、そしたらまあ他のキャラクター使ってて、ほね、放送してたんですけど、まあ、ガノンドロフ使ってくださいってコメントしたら、え、何今コメント欄に小池さんいた、ガノンドロフ使え、ごめん小池さん、もう配信終わるんだっつって使ってくれなかったんです。小池さんの要望には答えられない。そりゃそうだ、俺の要望なんかに答えるよりね、視聴者の皆さんに答えた方がいいわ。いい、まあ、今来たからね、この要望を叶える時が。 なのでここはちょっとね、私の特権でちょっと見せていただけないかなと。なるほど、はい、よろしくお願いいたします。まあでもオンラインやるぐらいならね、俺がじゃあ練習相手に、ね、それはさすがに、え、オンラインじゃなくてヒカル君、でもね、うずうずしてるんですよ、俺のスマブラしたくて。あー、そっか、ごめん、確かに触りたくて触りたくて、ホームランコンテストのゲームウォッチしかやってないんだもん、だって何をしてるんだよ、本当だよ。あ、じゃあぜひちょっとトッププレイヤーのお二人に、ぜひぜひ、はい、なんか小池さんがこのキャラに勝てないよみたいなのがあれば、そのキャラ使いながら、じゃあザクレイのガノンと俺のそのキャラで何キャラかやってって感じでやりますか、ね、せっかくなんで。ね、ガノンで辛いのは、飛び道具があるキャラクターなんですけど、あ、だから まず、ロボット、ねねさんにもよく、揉んでもらうんですけど、ロボットリンク、リンク、はい、リンク、リンク、いやですね、あとサムス、なるほど、サムスネスとかも嫌です。あ、なるほど、復帰を刈られちゃう、そう、復帰刈られちゃ こうキャラクターとか飛び道具が、なるほどね、あれとかはちょっと嫌ですね。もちろんシュルクとかジョーカーとかも嫌ですけど、はいはいはい、まあ、飛び道具があるキャラクターは特に嫌ですね。よし、任せてください。なるほど、やろう、スマブラをやろう。お、いけます、いけますよ。ザクレ最近俺勝ってねえからイライラしてたんだよな。あ、リンク、あ、お願いします。今潰すか、任せてください。あ、じゃあぜひちょっとザクレ君のガノンドロフを見せていただきつつ、復帰の仕方とかね、はい、学んでください。はい、お願いします。この企画使って俺がザクレをボコして気持ちよくなるか。ガノンだけどね。母ちゃんいいんだよ、母ちゃん。そう、何も起きんぞ。いや、無理だよ。結局は要はこのポンドル、ほら、ポン無理でしょ。ほい、そうですよね。なんで、ほい、まあまあガノンこんぐらいの差ってもうね、ビュー、もう1秒あればひっくり返っちゃうんで。え？あ、俺のリンクが上手すぎる。これは、いやー、スマブラハウス初の企画だ俺。俺のリンクが上手すぎる件について。うまい、そこ空母か。はい、スリー、告って逃げる今の。しまねまね、なんとしてもあれ、ちょっとね、あんぐらいのリードなんてちょっとあればね、終わっちゃうんですよ。キモ、お前ジャスガスね、なんでこんなに、
飛び道具を自由にさせられないんだろう。なんかね、近いこいつのガロンの位置が、それがすごい、常に近くにいるから飛び道具負けないんですよ。そうっすよね。うまい。うん、ちょっ見てんじゃねえよ、人の行動。え、何お前。あやや、いや、うま、効かん。はい、これ取る。はい、小池さん、嘘ついたな、さては。全然いけるじゃん、リンク。それね。いや、うまっ。空上振ってたわ、絶対俺今。そっちの方がリターンでかいって言われるんですよね、視聴者の方にもよく。うまい。しれっ。あ、うまっ。オッケーオッケーオッケー。あ、しゃしゃしゃ。ほいー。小池さん、無理だ、これ。あぶれ。うまい、俺のリンクが。はい。うまい。早出し。ウェビー。行ったんだけどさ。すげー。近い。じゃ近い。近い。結論近い。おかしい。俺が見てるガノンリンクは、距離が遠くてこう。いや、そう。そう、ずっと飛び道具なんだけど、うん、常にやっぱ前にいるんだけど。小池さんはちょっとトロトロしてる。トロトロ。俺もね、え、なんか、え、なんかチートとか使ってます？早くなる。ないでしょ。何が原因で近くいけるんですか？そのさっきローテ対戦した時もそうなんですけど、はい、飛び道具にバカバカ当たりすぎなんですよね。そうだと思う。ちゃんとダッシュしてガードしなきゃ。今もうブーメランをちゃんとガードしてるじゃないですか。はい、あれみたいにしなきゃいけない。だから1回の読み合いで近づくってよりかは、はい、飛び道具を何回かガードして近づいてから密着状態をずっと保ってってことでいいんですよね。はい、1回密着したらやっぱガノンの方が有利と思います。まあ、密着したらさすがに強いですね。なんか飛ぶからやっぱ走り追い詰められてそもそも飛び道具の状態になってないんですよね、うん、俺が。なるほどね。そら橋でこう引きながら飛び道具引けなかったら走ってくるガノンに何もできんよってなってこっちもガードしちゃうみたいな。あ、なるほど。そこがあるのかもしれないですね。復帰は何か死んでたけどね。いや、いや、あれはまぐれだよ。俺がまぐれかよ。なんで、なんかあるんですか、じゃあ復帰は逆に。秘訣。うん、でも移動回避はだいぶ早かったよね、判断的には。はい、ああ、なるほど。やっぱり一つの判断がね、ちょっと命取りになるんで、マシやると、ガノン復帰は、はい。復帰はマジでちゃんとしないといけない。だから早めにやっぱ移動回避使うのは割と正解感あるですね。割と早く使っちゃっていいんですね。だからその時によるんですね。けどまあ大体移動回避は正解っちゃ正解です。はいはいはい、はい、覚えとこう。ありがとうございます。次行く、もう一回リンクの方がいいですか。え、リンク他に何か使えるキャラクターいますか。僕一応全部ビップです、一応ね。一応すげえ。俺のジョーカーでやる。やるか。強い俺のジョーカーで言ってくる。最近ちょっと使ってるもんな。そう、楽しい。これでエボの1回戦負けてるんですよ。なるほど。ミナズ側の、はい、なるほど。そろそろよりかは多分俺の方が強い。いや、で、まあまあまあ、かもわからないですね。じゃあやだよ、早く。はい、絶対勝つ。よろしくお願いします。スマブラやりたくないじゃん。ザクレに勝ったってツイートしよう、俺、ね、ハッシュタグつけて。キャララ…ジョーカーなんて、ちょっとガノンの前では。うっそしでしょ。はいはいはい。かけられへん、かけられへん。こんな火力、秒で。そんな掴みやっていいの。あー、DA から空下もっと意識します。やめやめ、出た出た、これだ。歩いてって何もしないって言われてたやつ、よくやる。ガノン重いキャラなんで撃墜されなければ、はい、これはどこで来る。こいつ空への傾向かね。ザクレ君、おいえ、やる。よしよしよし、あぶねえ。絶対勝とうこれ。おい、うわー、すげえ。ちょっとやるんじゃない、ちょっとやるんじゃない。まあいいでしょう。はい、差し合いの空下ね、それも結構言われます。いや、うめえ、そういうことか。あ、ゆえいが鬼に当たっちゃダメなんですよ、ね、はい、はい、いや、これ大丈夫です。あ、もう嫌や、お前。いや、うまいわ、マジで。うまい。あ、うまい。あはは、怒られた、すいません。シュン、絶対嫌。ちょっとやるんじゃない。
すげえ。稲垣さんすごくない？マジで。マジでちゃんとガノン講座やってほしいっすね。あーぐっそー、すごい。なんでなんで空を引っ掛けたの。まあ急降下それをちょっと使おう。急降下空へのからの、はい、深めの靴下ね、仕方ない。いやもういやいやいや、食うな食うな、お前。うまい。やる。いや、負けないよ。こっからがすごく頑張るな。期待を荒らせる。ちょっと待ってくれ、俺の。おいえ。あっ、はい、うますぎー。食うんだよ。こいつは復帰阻止来てるわ。そうっすね、ガンドルは復帰阻止強いっす、マジで。あ、そうなんだ。俺も知らない、そんなの。ちょっとこれはまずいぞ。こんなの見せられちゃったら逆に、ね、ハードル上がりすぎて。ハードル上がる。でもなんかやってない行動はいろいろあったんじゃないですか。一つ確実に俺と違う点、この試合というか2試合含めてスマッシュ1本も打ってないんです。確かにでしょ。俺は全部見てたんですけど、あ、上スマあったか。あ、1回あったですね。1回あった。1回あったけど、それ以外振ってないんですよ。なるほどな。復帰して速攻の上スマ1回だけありましたけど。阻止とかが確かに多かったイメージあるっすね。いや、最上位勢。まあもちろんね、ヒカル君持ちキャラじゃない、ね、やつでやってくれましたけど。ちょっとザクレ君、今度ガノン会やってくださいよ。ガノン会やりますか。ちょっと本当にお願いします。小池さんのためのはい。ただ今回学ぶこと多かったし、俺はちょっと早めにこれ動画にしましょうね。見たいから。見たいんだから。ちょっとお願いします。これうわ嬉しい。でもありがとうございます。ヒカル君、ザクレ君、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあね、今回の動画は以上となります。ごめんなさい、僕のね、ちょっとただ動画に残したいがための願望が仕様で使ってしまいましたけれども、すいません。ただね、ガノンオンラインで結構人気だと思うんですよ。バンバン当たるんで、はい、そういう方にもね、かなり参考になったんじゃないでしょうか。もう最上位勢のガノンドロフ、はい、このジョーカーぐらいには倒せるようになる。いや、それめちゃくちゃ強いからね。私めっちゃ自信あったのということで、今回の動画は以上となります。はい、はい、今後もね、こういった攻略動画や、まあね、わちゃわちゃ企画動画ね、出していきますので、ぜひ、このスマブラハウスをチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。そして概要欄の方にですね、ザクレイ君、ヒカル君、そして僕の YouTube チャンネルと Twitter ありますので、ぜひそちらのチャンネル登録と、Twitter のフォロー、よろしくお願いいたします。はい、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。マジで悔しいな。